はい、アイスクライミングをした後は右側に雪壁をトラバースしていき、顕著なピナクルの間のルンゼを登って雪稜に出ました。はい、ということでアイスのハイライトを無事突破できまして、上部岩壁の後半戦を登っていってます。この辺から徐々に日が沈み始めてきたので、まあ、寝床を探しながら登っていってる感じです。この付近が 5500m なんですが、まあ、順応はしっかりできていたので日本の山と同じような感覚で登れました。時刻は6時半、6時に日が沈むので、あと30分で日が沈んじゃうことになるんですけども、ちょっと止まる場所がないので動き続けてます。まあもうどうしようもない場合は暗くなったら立ったままでも、どっか削って座ってでも、寝ようと思うんですけど、ちょっとまだ粘れるなと思うので粘っていこうと思います。あとは今日はですね、満月なので、まあ、それも加味して、もう少し粘っていこうと思います。今日はですね4時半ぐらいから歩いてるのでそうですね、何時間だろう、14時間ぐらい経ちました。はい、だいぶ登ってきましたね。なんか疲れてはいるんですけどなんか登ってるとつい夢中になってなんか忘れてきちゃうんですよね。ちなみに多分頂上があの見えてる雪庇のすぐそこだと思います。だいぶ上がってきました。時間がないのでだいぶ急いで登ってます。多分あそこが稜線です。寝る場所がなんとか尾根上に出てテント張りたいと思います。間もなく夕暮れです。はい、向こうにはラーマンゾムやゴールドハンが見えてます。いや、暗くなる前に何とかしてでも抜けたい。ここはどこだここはどこですか。もう2、3メートル先は稜線だよ。期待を裏切ってくるのが山だけど奇跡的に繋がってきてる。奇跡的に繋がってるよ、ルートが。15時間来た来たよ来た来たよ来たよ。まだあるけどね。まだあるけどね。あ、もうコンテやな。いや、これで来た裏切らない。さすがに。まだ壁がある。さすがにもう壁ないでしょう。ほほほ。ついに。壁から這い出たよ。はい、あたりは暗くなりましたが、頂上稜線に出る、最後の雪稜、飛び出ました。最高の気分ですね。しゃあ、満月はどっから出てくるんだ。時刻は8時半、辺りは真っ暗です。
頂上稜線に向かう雪稜を登ってます。これ登ればすぐ頂上稜線だと思ってたけど、先を行ってる鉄が苦戦しているようなんで、雪庇とかいろいろ大変なのかな。まだ続いてそうでおっかねえです。なかなかすぐは終わらせてもらえないですね。いや、頭ラッセル、なんとか終わらせました。もう目の前が山頂です。いや、除雪ありがとう。やばかったね。いや、これはやばかったね。ちょっと予想してなかった。いや、これはこんなに悪いと思わなかった。あー、お疲れ。ありがとう。いや、予選出た。ありがとう。ありがとう。いや、はあ、何あっち雷。お疲れ様でした。お疲れ様です。11時、テント入ったの11時半ぐらいです。一日中アイスクラブ。ちょっとヘトヘトすぎて、もう今日の夕飯は鶏と舞茸のシェリーみたいな。もう元気ありません。胃がね、疲労しすぎて胃がやられちゃって、胃がぶっ壊れてる。明日は山頂行って加工店まで行って終了。朝を迎えました。今はシアコゾムのこの稜線上に乗っています。今日の朝飯は麻婆飯、グルメラブの麻婆飯とラムと豆のトマトシチューです。奥はちょっとガスってますが、素晴らしい山並みが。胃がやられるとさ、胃がね、飯が食えなくなる。うん、だけど食ったね、昨日。うん、ちゃんと食った。うまいから食えちゃうんで。いろんな具材とかスパイスが入ってるとなんか自然と食べれちゃう。うん、あんま変わらない。単調な味だったさ、うん、マジ吐きそうになるじゃん。いや、そう、化学調味料とかあんま入ってないからかなと思ったんだけど。あ、それにしても美味しいね。これから山頂に向かって登っていきます。目の前が山頂です。高いとこないかな。よし、よっしゃー。
ありがとう。登った。やったいや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 、3日かかったよ。綺麗綺麗だね。ホルナさん聞かなあれ。いやあ、まあそうっぽいよね。ホルまでは一番最低のコルが見えてないのかな。こっちの懸垂は岩なんだ。はい、ということでコルを目指して下山していきます。途中から壁に入って懸垂加工を繰り返して下っていきました。下りが多分一番難しい。当初はですね、最低のコルといって、まあ、コルの一番標高の低い部分まで行ってそこから懸垂加工を行う予定だったんですが、稜線の状況があまりに悪かったので、もう降りれそうな壁のラインから懸垂をして降りていくことにしました。下りで一番大変なのがですね、実はこうやって降りていくことじゃなくて、こういった支点を作ることですね。支点を作ってルートを見極めるのに結構時間がかかってしまいます。こういったロープを使って降りていくのはちゃちゃっと終わりますが、それ以外の部分で時間が必要になります。懸垂加工を行ってます。もう5、6回は5回ぐらいかな、懸垂してきました。落石が結構あるんで、はい、その後もですね、何回か懸垂加工を繰り返してようやく安全地帯までやってきました。やっとなんか安全地帯まで来たな。やべえ、懸垂氷河だ。早く逃げたい。なんとかこのまあちょっと安全圏まで降りてきました。あとは設計降りて、ガルバを下っていけば無事完走です。これを降りてきました。はい、降りてきました。目の前のおにぎりみたいな岩の左側の壁を登って、右側の壁を懸垂加工してきました。ついに普通に歩ける道が来たぜ。お、気持ちいい。イエーイ。あの牛さんはどうやって上がってきたの？うんちいっぱいあったけど。おはようございます。黄色いテントに帰ってきました。黄色いテントですよ、お兄さん。いやいやいや、着いたぜ。やったー、ゴールイン。いやー、やったー。左から行って右から帰ってきました。確かに達成感すごいな。いやー、危ねえ。
まい。どうでしたか。言葉に表せないですね。いやー本当だよ、ね、本当にちょっと今までやってきた全ての登山がここに繋がりましたよ。人生初のヒンドゥークシー。いやー山脈がまさかの登山終わって気分で寝てたら村から人が上がってきました。Thank you. どうやって作ったのかは分かりません。このラーメン幻のレシピがあるんですよ。幻ですよ。昨日あそこにいたんですよ。昨日はその上でなんめっちゃ狭いところに泊まってた。はい、ベースキャンプ撤収しました。いやーオッケーグーッ。これから村に帰っていきます。ファイナルビッグリヒト。ありがとう。いやー Thank you サルダー。ありがとう。どういうことですか。